2020年東京オリンピックパラリンピックのエンブレムは東京2020オリンピックパラリンピック競技大会のエンブレムについての記事白紙撤回と再公募を経て2016年4月25日ところ朝尾の組一末門に決定みんなの輝きつなげていこうユニティインダイバーシティという大会広報メッセージも5月16日に作成された 東京大会開催5年前となる2015年7月24日の夜、東京都庁都民広場にて公募コンペで選ばれた佐野健次郎のデザインが発表、公開された。ディド・ボドニの2つの書体をヒントに、T、イコールをモチーフにして、多様性と心臓の鼓動を表現したデザイン。しかし、ベルギーのリエージュ劇場のロゴと類似していたことによる、 使用差し止め訴訟が起こされたことや展開例写真がインターネット上からの無断転用だったこともあり同9月1日に白紙撤回となった佐野が繰り返される批判やバッシングから家族やスタッフを守るためにも原作者としての立場で取り下げたいと要請しこれを受けた形だった公募は前年の2014年秋で過去の受賞歴による厳しい参加条件があった 国内100、海外4の、計1 0 4を応募作品から選ばれた、サノエンブレムは、当初案が選定後に、大会組織委などから、類似する商標を複数確認したと指摘され、依頼を受けて、サノ自身が2度修正したものだったという経緯もあった。パラリンピックエンブレムに関しては、2014年12月に、IPC サイドより、 アンバランスなデザインへの器具共有という事象があったとされるが単に非対称を指すかは不明。招致エンブレムと JOC 第二エンブレムが描かれた日本航空機9月1日に即刻、佐のエンブレムの使用は中止となり、大会組織や東京都などはホームページなどで招致段階のエンブレムで早急に代用する措置を取った。 これを本番まで使い続ければという世論も一部出たが、すでに広く無料配布されており大会スポンサーにとって営業面でのメリットが少ないなどの見解があった。その、すでに契約を済ませた大会スポンサーは、テレビ CM 等において、1993年制定の JOC 第二エンブレムと日の丸の JPC エンブレムを表示して過ごす例もあった。なお、 そのエンブレムの発表前には、東京2020というシンプルな文字だけのロゴも存在し、10月現在でも仕様が見られた。9月16日、新エンブレムの委員会を設置するための準備会が6人の有識者により発足。28日には、東京20エンブレム委員会の構成委員リストと新エンブレム選考において踏まえるべきポイントについて正式発表された。 16日の準備会記者会見において、前回エンブレムの選考騒動に関する検証を行わないのかを複数の記者が質問したが、事務局担当者は検証するかしないかは、エンブレム委員会の判断に任せるとし、準備会座長でエンブレム委員の宮田良平は、検証が目的ではないと答えた。これを受け、国立競技場問題のように別の検証委員会を、 作って検証するつもりはないのかという質問がなされたが事務局担当者は自分が答えられる範囲にないとして答弁を避けた。28日の大会組織委による記者会見では9エンブレム策定の反省点としてコンセプトの議論不足、応募者の制限、審査員千人の閉鎖性、策定プロセスの不透明性、大会組織委の情報共有の不足などが挙げられた。 内容的には、前回の記者会見で述べられた、反省点のほぼ繰り返しで、具体的な検証報告はなされなかったが、業務、運営全体を管理、監督すべき立場の事務局の怠慢であるとして、武藤都郎事務総長の報酬欠額の20%、2ヶ月分、二名の副事務総長の報酬欠額の10%、1ヶ月分の自主返納と、佐野エンブレム展開例で、 無断使用された写真を記者会見で公開した責任から電通の巻秀俊担当局長を開国処分したと発表した。10月29日、外部有識者による調査チームの第一回会合が開かれた。弁護士で元東京地検検事の森本哲也と和田守公認会計士の宇川正樹、新エンブレム選考委員でもある山本博士の計4人で構成。 旧エンブレム選考の関係者への聴取を実施した。12月18日発表の報告書によると、一次審査で公募前に参加を要請していたデザイナーの計8作品のうち2作品の落選回避のため、不正行為があったという。審査員代表の永井和正は前述の計8作品を無条件で二次審査に進める、意向だったという。なお、佐野エンブレムは、 どの審査段階でも最多得票での通過だったため報告書は問題なかったとしている。12月21日には組織委の担当者が旧エンブレムの国内応募者全100人宛に誤って b c c でなく本人以外のアドレスが可視化された通でメール送信してしまった不祥事があった。エンブレムはこの年の新語流行語大賞のトップ10に入った。 2016年1月19日、この旧エンブレムに関連した費用は、計1億900万円だったと発表された。8人2014年11月、組織委の意向に従って公表された場合を除き、審査情報を永久に秘密として保持しなければならない、といった趣旨の秘密保持制約書について、組織委の担当者から各審査員へ通達があったという。少なくとも、 平野恵子は、数日後の審査初日の朝、他の審査員に意思を伝えた上で組織委員に交渉し、サインせずそのまま審査員を務めることになった。なお、東京2020エンブレム委員会でも、同様に、討議内容等を一切外部に漏らしてはならない旨の、約束書へのサインが最初に求められたという。最高墓の実施が決まり、同10月6日のエンブレム委員会にて、 応募要項の骨子がまとまった。10月16日の委員会で正式決定、応募要項が発表された。応募の際には、20時以内のタイトル、200時以内のコンセプトの提出も義務化。1万1の地に類似期存作品が出た場合の証明手段とした。なお、10月5日から10月15日には、大会組織委員によってヤフーニュー e 意識調査が実施された。 多くの人に共感してもらえること45.0%、東京2020大会のシンボルになること31.3%、オリジナリティにあふれ、個性的であること12.3%、デザインとして優れていること8.2%、その他3.2%の敬語の選択肢。手書き作品は不可だったため、パソコンを使用できない応募希望者を支援する自治体や ボランティアの動きなどもあった。また、委員会側は、応募問い合わせ窓口の専用電話も設置した。2015年12月には、米国のグラフィックデザイン業界団体、アイガが、この再公募を批判する書簡を、ウェブサイトで公表した。一般からの募集について、一般人とプロのデザイナーを同列に扱っていると、した。宮田、杉山、田口の3名は後に、 大会組織委員でブランドアドバイザリーグループの一員としての活動を続ける運びとなった。21人19人審査員20人一員だった今中博之によると東京圏の審査員は無償での参加だったという。2017年には宮田、杉山、田口、夏野は東京2020大会マスコット選考検討会議のメンバーにもなった。 応募総数は14,599件だった。グループ代表者の最高齢は107歳。まず、事務局の職員総勢110名で、基本的な項目を満たしているか、法的な観点を確認し、16,66作品がクリアした。組織委の企画財務局もエンブレムに関わった。一時審査初日だった12月15日は、審査員が参加。 7人一組で約10秒ごとに一つずつモニターに映し出される作品をチェックしていった。5人以上が合格ボタンを押した作品が通過。4人以下でも審査員が提案すれば再審査の道もあり、17日までに311作品に絞られた。二次審査は同21日22日に大人数1グループでデザイン的な視点によって実施。 64作品が通過した。本格審査は2016年1月7日から3日間、全委員の参加で実施された。19作品、10作品と絞り込まれ、同9日に計4作品を最終候補として選出した。作品のオリジナリティを損ねるような修正は行わない、という方針に変更はないことを、第9一例会エンブレム委員会で確認した。 最終決定までの間は、時点繰り上げの可能性を望む応募者は、自身の作品を公表しないように注意喚起した。この最終8候補を国内外における、商標調査、クリアした作品のみ、商標登録をしてから公開するとした。しかし、突破できたのが3作品のみだったこともあり、時点未満だった56作品から1つを、委員会の投票による総意で、 敗者復活として加えた計4作品を4月8日に公表した。口述のように審査委員会によって決まるものながら、組織委は報道各社に大きさや AD の順番などを報道で守るよう要望した。世間からの意見募集を経て4月25日の最終審査にて1作品が決まる予定となった。組一松門が描かれた ジャパンタクシー予定通り4月25日の第15回エンブレム委員会にて全21委員による1人1票で過半数を得るまで再会を除きながら投票を繰り返して実施1回目の投票で13票を獲得した A に決定したまず各委員が応援演説のような意見表明をして休憩後に投票を行いその結果を組織理事会に諮って 承認というスケジュールだった。その後の15時からエンブレム発表会を実施。場所は組織委の事務所がある、虎ノ門ヒルズの5回虎ノ門ヒルズフォーラムで、司会進行は、おのびこ。大委員と宮田委員長が一緒に持った A2 班のパネルを表返し、描かれた A のエンブレムを初披露した。採用作品賞都内在住のアーティスト、ところはが、制作者として、 初めて紹介され、他の3作品、最終候補作品賞の制作者も登壇した。賞金100万円と2020年東京大会の開会式招待券の目録がところへて渡された。休憩を挟み記者会見も開かれ、写真撮影の際には、前回の佐野の時と異なり、組織委担当者からところへ、ガッツポーズはダメですと指示があった。 4月27日にはエアウィーブ社が東京2020オフィシャルシングパートナーとなり、その超印式では新エンブレムが描かれたボードが早速登場。翌朝の同社による新聞全面広告にも新エンブレムが用いられた。5月19日から20日にかけて都庁第一本庁舎の外壁に8.5メートル四方のオリパラエンブレム計2枚が設置された。なお、 この年のリオ五輪における日本選手団も応援するスポンサー企業では、その関係から JOC 第にエンブレムを用い続ける例もあった。5月26日、エンブレムを用いた初の公式商品が販売開始。6月23日からは組織委のオンラインサイトなどでも扱いが始まった。大会開幕4年前からのグッズ販売は異例の速さという。 6月20日、東京2020大会エンブレムコンセプトムービーが公開された。A 代はハーモナイズドチェッカードエンブレームとしたが、当初はフォーマティブを考えていたという。ところは25日の発表会後の記者会見で、色はみんなで色をつけていく、カラーリングを検討しつつも夏に合わせて少し涼しげなものをと考えて、藍色に白を選んだこと。 形は検証などに書かれている、陽動の精神から、両方のエンブレムを同じ個数にしたこと、展開として、サッカーボールに貼り付けることも可能であるなどと語った。明確な定義ではないが、五輪の方は、全の世界で宇宙全体を示した、炎症パラリンピックの方は日本に馴染みの深い鶴をイメージしたという。パラリンピックは正解で、五輪は、 正解を模索している図であるとも説明した。3種類の四角形で国、文化、思想などの違いを示している。ところによると、一末模様のシステムを作るのに10年以上、今回のエンブレムの完成まで2、3ヶ月を要したという。一つ一つのピースを数えると45枚。五輪もパラリンも同じピースを組み立てていくというのはずっと考えてきたことです。 デザインが綺麗に収まった偶然の数120度できると3つが重なるローテーションシンメトリーであることなどをところは語っている当初本人はその他の詳しいシステムを明かしていなかったが決定後ネット上では幾何学の観点から多様な解析がなされたこの現象についてところは集合値によるものづくりが長らく夢だったとコメントした 五輪のエンブレムから長方形のパーツごとの大きさや角度を変えず移動させるとパラリンピックのエンブレムが完成すること3種類の四角形は正十二角形の頂点を結んだものであることパラリンピックの下部中央の十五パーツを上下反転させたものはパラリンピックの上部中央と五輪の中央に組み込むことができることなどがあったその後 この三種類の四角形は、それぞれ辺の長さが同じである三種類の四角形の中点を結んで内接したものであることが明かされた。また、オリンピックの方の空白部は、二等辺台形、鋭角二等辺三角形、そして不等辺三角形のどれかになっている。対して、パラリンピックの方の空白部は、二等辺台形、鋭角二等辺三角形、 そして一直角四角形のどれかになっている。オリパラとも同じサイズで同じ傾きのパーツは角三つずつある。ところの友人、松川翔平は5月上旬、ところエンブレムをもとに四角形の組み合わせを何億通りもアレンジするプログラム、ランダムエンブレムジェネレーターを発表した。エンブレムを発展させたデザインとして、線対称性を持つ、大奥に、ビッグ、ファント、 総局、バイポーラー、回転対象性を持つ、三目ケツ、フラットトリニティノット、四は風車、フォーウィングスウィンドミルの公式グッズも発売された。他に2017年7月発売の有田焼き絵皿も、ケツ、ユナイトという回転対象のデザインとなった。2020年1月6日に発表された大会公式ポスターの一つには、ところによる、 ハーモナイズドチェッカードエンブレムスタディー4東京2020オリンピックゲームスイーブンエッジドマターズクットフォームハーモナイズドサークルウィズルールがあり、ところのオリンピックエンブレムの構造が明快に可視化されたものとなっている。ありがとうございます。